ルナ湖にやってきました。ウェーディングをかっぱり、トップウォーター縛りで、うわー、あ、ちょうど外カメ撮ってなかったけど、やったしゃ、引き続き頑張りましょう。あー嬉しい、こんな久々、なんかこんな釣果が上がるのは久しぶりだ。嬉しいです。出たよね、今ね、出たよね。いや、乗らんかった、乗らんかった。うわって、めっちゃ情けない声出た、うわって。マジすごくない？やば、めっちゃ面白い。ちょっとこれ深ベイト手放せないな、おもろ。今日やばいんじゃない？今日という日がいいのか、この場所がいいのか、どっちもか。マッチしてんだ。いや面白、怖い。なんかお経みたいなの聞こえてきた。何このお経、めっちゃ怖いんだけど。次はバゼルでやってきます。
詰め物に変えてみました。デッドスロー。ちょっとトイレ休憩終わって戻ってきました。同じ場所に。もう今日はここしかやりません。残り時間ね、引き続き深ベイト投げてきます。あれからなかなかバイトがありません。あとちょっとだ、あとちょっとしかない時間が。回遊してると思うんだよな、この辺は。消えるじゃなくなったからかもしれない、もしかしたら。ちょっとあっち行けるか行ってみよう。試しにさ、あっち行けんのかな。なんか行けそうだよな、この水深だったら。最後の悪あがきで。意外とこういうシェードにいたりするんだよね。ああ、石も入ってんだね、ここにね。なるほどね。あ、全然いけるじゃない。うわ、びっくりした。魚が死んでた。全然いけるじゃない。ここら辺が多分ちょうど岬になってるところじゃないかな。あー、なんかこっから投げてる人いたわ、そういえば。ここ上がって、ちょっと上がってみようかな。え？無理くね、これ。無理ゲーだ。下行った方がいい。なんだ、こっちもやってみればよかった。あそこに固執しすぎた。すごい、春菜子ウェーディングめっちゃいいじゃん。あ、めっちゃいいじゃん。ちょっとやってみよう。出そう。どんどん行けちゃうな。どこまで行けるんだろう。出ないね。
なるほどね。このウィードエッジか。ウィードが生えてて、こっから手前は生えてないから、ここを通ってきてウィードエッジに入ったところぐらいでバイトがあってた。なるほどね。はい、ということでね、今日は、1日トップウォーター縛りやってきました。超過は2本、1本ね、ちょっとこの携帯の外カメで撮る前にバラしてしまったんですけど、キャッチはできたんで2本。いやー、あとはまあチェイスがあったり、バイトがあったけど乗らなかったりっていう感じで、いやー、なかなかいい1日になったんではないでしょうか。春中おすすめです。水も綺麗だし、ウェイトもすごく多いし、まあちょっと、まあ私の家からちょっと遠いんですけど、いいおかっぱりフィールドを見つけたなという感じで、またね、遊びに行きたいと思います。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おじゃのー。